証拠もないのに私が殺害の目的で結婚したとか、よくそういうのでっち上げられるわね。結婚してくれ、クマ子。え？結婚してくれ、クマ子。何言ってんのよ、急に。保険入った、保険。保険？だってあんた無一文だったんでしょ？他に何がやれんのよ。あなたが今それを言わないと、あなたは一生それを隠し続けていかなくちゃいけないのよ。一生それを重荷に背負っていかなくちゃいけないのよ。彩子は私の子よ。あなたにそんなこと言う権利ないわ。私たちをこれ以上もう苦しめないでください。ねえ、あんたもさ、弁護士だったらそういうとこ聞きなさいよ。靴だとかスパナだとか関係ないじゃないの。頭悪いんじゃないの。チンコロ。あんたみたいな嘘つきをね、刑務所ではチンコロって言うんでしょ。あんたよく知ってるじゃない、懲役太郎なんだから。何言ってんだよ、おめえだって同じじゃねえか。何言ってんの。知らなくてよ。あんたバカなんだ。静かになさい。ふざけや。相手、なんで私が出てかなきゃいけないのよ。私追い出してみんなで嘘の裁判やろうって言うの。冗談じゃないわよ。死ぬか生きるかの裁判なのよ。